ハゼは、蒸気孔鈴木木ハゼアモクに分類される魚の、総称。2016年発行のフィッシーズ・オブ・ザ・ワールド・フィフス、エディションでは、ハゼ科などを含む分類階級としてコビア・ホームズ・メが、ある。生態の体長は1センチメートル足らずのゴマハゼから、50センチメートルを超える、ハゼ口まで種類によって差がある。よく見られるヨシノボリ、アゴハゼ、 マハゼなどはいずれも5から15センチメートルほどの小魚である。なお、ゴマハゼの仲間は日本最小の脊椎動物である。体の断面は、ま、んじゅう型か円形で、推定に接して生活する低生魚が多い。ヒレは体に対して大きめなこと、背びれが2つあること、2つの腹びれが融合し、この腹びれで水底や壁に張り付くことができ。 水の流れが速い環境でも水に流されず生息できる。ただし、背びれが一つしかないミミズハゼやシロウを、腹びれが吸盤状でないドンコやカワアナゴなどもいる。早く泳ぐときは他の魚のように尾びれを振って泳ぐが、普通は主に胸びれを大きく羽ばたかせることで泳ぐ。長い距離を持続的に泳ぐことは苦手で、短い距離をさっと泳ぐことの繰り返しで移動する。 ただし水の中層でホバリングするように泳ぐキヌバリ、浮きゴリ、ドロメ、シロウオなどもいる。またトビハゼやムツゴロウは水中を泳ぐことは少なく、胸ビレを使って、干潟の上を張って生活する特殊な魚である。運動能力の低い低正魚ゆえ、体色は砂底や岩の色に合わせた保護色となっている種が多い。ただし温暖な海には、キヌバリ、糸引きハゼ、 ハタタてハゼなど派手な体色を持ったハゼも生息する。白魚など透明な体色のものもいる。鉄砲エビの一種アルフィアス SP と共生する、ダテハゼ族の一種アンバリエリアアトリス SP、スジハゼ、糸引きハゼ、ネジリンボウなど、サデーテイに生息するハゼは、鉄砲エビ類の巣穴に同居し、共生することが知られている。鉄砲エビは、巣穴の回収と拡張を行い、ハゼは、 外敵が接近した時に視力の悪い鉄砲エビ類に代わって外敵をいち早く発見し鉄砲エビに知らせて共に巣穴に潜り込む繁殖期にはオスが巣穴にメスを誘い産卵を行う巣穴は自分で作ったりエビやカニの巣穴捨てられた機関など種類や環境によって様々である産卵後はオスが卵を守る藻類や 水底の有機物を主食にする種もいるが、ほとんどのハゼは肉食である。プランクトン、多毛類、甲殻類、小魚などを大きな口で捕食する。種類数は現在発見されているものだけで2100種類を超える。かつて一種類とされていたが種文化の研究が進み、何種類にも分けられるようになったヨシノボリ類などの例もある。未発見、未分類の種もあり。 これからも種類が増えると見られる。なお、つむぎハゼは、ハゼの仲間で唯一、フグ毒と同じテトロドトキシンを持っている。ヒレナガネジリンボウなオカジカ、カサゴ、ギンポ、コチなどは、ハゼと形態がよく似ているが、分類が異なる。食用になるマハゼなどは釣り、漁業の対象になる。ルアを含む釣り絵にどんよくに食らいつき、東京湾のような都市部の海岸や海岸近くに、 浮かべた船からでも、手軽に数多く釣れるので、ハゼ釣りは、人気がある。他の魚種を狙った釣りの、いわゆる、餌取りや、下道としても馴染み深い。何にでもガツガツと飛びつく人、または、そのような行動を、ダボハゼと形容することがある。ダボハゼは特定の種類を刺さず、シマハゼ、秩父、糸引きハゼ、ウロハゼ、または、姿の似たカジカ類などを刺していると思われる。 多くの種類がつくだに、唐揚げ、天ぷらなどで食用になり、はたたてハゼや、キヌバリなどの美しい種類は観賞用として飼育も、される。目にする機会も多い上に捕獲も簡単で、昔から子供たちの水遊びのターゲットにもなってきた。なお、ハゼという胡称は、陰形の故障、バセに由来すると、食用にする場合、ハゼ類は傷みやすいので生かして持ち帰るか。 氷などで締めて持ち帰らないと、生臭い匂いが発生して食べることができなくなるので、注意する必要がある。1位、八幡浜漁港2位、芝漁港3位、麻生漁港4位、水崎漁港5位、戸崎漁港。ありがとうございます。